ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回ご紹介させていただくお車がランボルギーニウラカンスパイダー2016年式7500キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。またすごい色の車がそうですねやってまいりましたけれども、はい、ランボで赤も、まあ、珍しいというかあんまり当店でも入ってきたことないかもしれないですね。まあ、なくはないんですよ。多分台数的には比較的他の色よりかは少ないかな、うん、そうですね。どうしても赤だとフェラーリとか、はい、あとアルファロメオとかっていうイメージで、同じイタリアなのになぜかこうランボルギーニちょっと赤のイメージが僕個人としてはないかなと。なのでちょっとあんまり見慣れない感じを正直感じてしまいました、はい、ただちょっと逆に新鮮そうですね、うん、そして今回車中も結構赤を多用されているってことで、はい、結構ハマる方にはまるんじゃないかな。そうですね、まあ私もまあ入庫前からイメージやっぱフェラーリとどうしても比べちゃうところがあったので、まあ、ウラカンランボルギーニの赤ってどうなんだろうなって思ったんですけど、結構発色強めの攻撃的な赤な印象は受けますね。そうですね、赤でも結構こう暗めのというか赤だったりとか鮮やかな赤いろいろありますけど、今回はちょっとこうソリッドで、そうそうなんですよ、ちょっとメタリックなんかもない、はい、ちょっとこう目の覚めるような赤なんですね。そうですね。で僕ちょっといつもこう車両紹介させていただくときはこうカスタマイズした車両とかも結構一緒に調べたりするんですけど、はい、まあ赤がいじると映える。あーそうですね、はい、結構こうボディのラインも出るし、うん、ちょっと目につくし、ちょっとやっぱりカスタムのベースとしてももう初っ端からちょっといじる話して大変恐縮なんですけど、うんそうですまあ、非常におすすめの一台じゃないかなと、はい、だとは時期もかなりいい気がします僕。そうですね、はい、今人気なお車の一台ではあるので、まあ、一応後期の扱いになるエボも出て、まあ、台数もかなり増えてきましたし、そうですね、はい、でもう時期型はハイブリッドなんて噂も出てますから、うん、はい、まあ、もう下がる要素があんまりないんじゃないかなと、はい、で市場も今結構高値安定っていう感じなんですね。そうですね、ウラカンも、まあ、ちょっとごめんなさい今回いろいろ事情があってこの赤の手法を答えなんですけども、実はもう一台同時期にウラカンのスパイダー全く同じスパイダー色違いのものを仕入れてるので、結構今本当に旬というかお問い合わせも多い1台なのかなとは、いろいろ選べたりとか、はいはい、する時期なんで、まあ、非常におすすめな1台でございます、うん、で外観から見ていきましょうか、はい、非常に今回の車コンディションもいいですし、まあ、あとは一応、610、いわゆる前期型ですけれども、はい、なんでしょう、こうウラガンとか、まあ、ランボルギーニ全般そうかもしれないですけど、後期が出てもあんまり見劣りしないというか、そうですね、なんかちょっと古めかしい感じ全然せず、うん、全然こう新しさそのまんまっていう感じがします。で、特にこうシンプルなラインがいいんですかね、ちょっとこういうところとか、はいはい、であとはもうパーツ足してってもかっこいい、かっこいいですね、もうベースがめちゃくちゃかっこいいですよね。そうなんですよ、ベースがやっぱかっこいいし、まあ、ヘッドライトのデザインなんかも私結構好きなので、そうヘッドライトって特になんか認識出るじゃない、出ますね、全くそんな感じがないっていう、そうなんですよ、このY の字というか、はい、こう光るヘッドライトで完全にこうボディのラインと一体な感じ、うん、そうですね、普通こうヘッドライトって別パーツとしてこうラインが別についてたりするんですけど、はい、ウラガンとか、まあ、ランボルギーニ全般こうボディの一体のこのライン、これが最高すぎます。そうですね、ガヤルドから結構大きく革新的になんか変わったような、そうですね、印象ですよね、ウラガンに関しては。確かにもうガヤルドがこうランボルギーニのもうこう一番最初のヒット作というか、はい、めちゃくちゃ売れた車、うん、でこのウラカンでさらにそれが加速した感じなんですね。そうですね、なんでちょっとこの辺のデザインなんかも非常におすすめポイントじゃないか、はい、であとはなんといってもこの使いやすいサイズ感、そうですね、全長も4459ということで、はい、まあ、非常に長さもちょうどいい、はい、ただ幅は割とこうやっぱり、まあ、そうですね、この辺りは仕方ない部分でもあるんですけども、スーパーな車なんで、はい、これ幅が狭かったらちょっとコンパクト感になっちゃうんで、そうですね、幅はこの迫力の幅ですけど、はい、まあ、アベンタ通りに比べるとかなりやっぱり扱いやすい、うん、はい、感じです、まあ、所有しやすい車かなと、うん、ただだってスタイリングはもうこれですよ、フロントガラスとボンネットの傾斜がもうほぼ一緒と言っても過言でない。そうですね、フロントガラスの傾斜すごいですよね、えぐいよねこれ、あと乗るともう視界がちょっと異次元そうですね、もう普通の車で感じられない、はい、フロントの視界なんで、ちょっとこれはこの後車内で見てみたいと思います。であと早速こっち回ってみましょうか。ホイールの方が、フロント2453020、はい、で、まあ、定番というか、まあ、そうですね、はい、標準的なホイールになります。でこれ僕はいろいろこうランボルギーニ歴代の車、まあ、それこそカウンタックから始まっていろいろこう、うん、
ホイールとか今回見てきたんですけど、なんかやっぱりこう僕の勝手な感想ですよ、はい、カウンタックの一番最初のあの5ホールのデザイン、はい、あれがなんか進化していった感を、うん、そうですね、感じます。意識はあるでしょうね、おそらくこの感じだと。あのディアブロなんかでもちょっとこう5ホールから進化したかなっていうホイールがあって、はい、そこから、ガヤルドとか、うん、あとムルシなんかもこう直線的なこう、はい、スポークと見せかけてちょっとこう5ホールがこううっすら見えるようなデザインだったりとか、はい、でそれが究極に肉抜きされるとここかなっていう、勝手にちょっとつながりを感じました、はい、で結構これデザイン性高くて、実はこういろんなメーカーでこのこれをオマージュしたようなホイールって結構あるんですよね、うん、そうですね、結構これはこれでかなりかっこいいかな、うん、で今回黒なんてまた赤と黒って結構相性いいなっていうふうに、そうですね、思いました。ただちょっと正直言っていいですか、はい、はい、言いたいことなんとなく分かるんですけど、はい、正直言うとちょっとキャリパーの黄色と、うん、あと車高はちょっとこう、そうですね、僕の個人的な感想としてはちょっと触りたい、うん、まあ、キャリパーは選べますからね、あのオーダー、新車オーダージでも、そうですね、でちょっとこの黄色が他にないんで、うん、ちょっとどっから出てきたのかなっていう、そうですね、まあ、もちろんその外装のアクセントとして、うん、もうこの単純にアクセントカラーとしてはいいと思うんですけど、うん、僕としてはちょっとこう他とのつながりが欲しかったなっていうだから例えば内装とか、ね、まあ、外装のちょろっとしたところと、うん、なんかちょっとつながりがあるといいんじゃないかな。ただこれは全然好みなんで、はい、まあ、ボンドグループキャリパーペイントなんかも得意としてますから、そうですね、まあ、その辺言っていただければ、はい、ご納車前に塗装なんかもできますんでお気軽に、はい、そしてあと車高はちょっと、あのまあそうですね、裏感も割と確かにノーマル車高こうやって見ると高い方かもしれないですね、まあ、車低いんですけどちょっとこの隙間はちょっと目立っちゃいますよね。そうですね、個人的にちょっとあの下見の時点で池田君に確認したぐらいなんでそうです、これ本当に純正車高ってでもあれですよね、裏感って前東京ってでも紹介してるかもしれないですけど、例えばこうバンパーボルシュタイナーでしたっけ、どっかのエアロコを組んだりして車高下げると結構もう乗るの大変なぐらい下がりますよね、うんうんうん、だからまあ普段使いを考えたらまあいいか、確かに確かに元々が低いですからね。そうですね、うん、まあ、あとはもしとちょっと気になるっていう方であれば本当に微調整と、うん、あとタイヤホイール少しこう触ってあげるとだいぶ見た目変わるのかなっていう、例えばこれ少し出してあげるだけでもだいぶ多分そうですよ、ね、どうしても引っ込んでるとこことここの距離感があるんで、うん、余計こう車高が高く見えるというか隙間が気になって見えると、だちょっとその辺調整してあげると随分見方が変わるのかな、うん、だからカタログ車高ぐらいでもいいかもしれないですね。そうですね、はい、で今回はあのリフターもフロントリフターついてます。これ純正ですよね。純正です。ちょっと動きは決してお世辞にも早いとは言えないですけど、はい、やっぱりついてればいろんなところで使えますから、そうですね、非常に便利なこの辺のオプションもついてございます。じゃあ続いて横を見ていくと、横ももうかっこよすぎじゃないですか。そうですね、やっぱりやっぱクーペに見慣れてる方が強いのでスパイダーはちょっと新鮮ですね。余計こう低く見えるし、うん、もう一個一個のパーツがかっこいい、はい、もうドアノブもそうだしこのサイドスカートもあんまり男女で言わない方がいいと思うんですけど、あの男心をくすぐるというかそうですね、もうなんかこうスーパーカーとかそういうの好きな人にはもうめちゃくちゃ刺さる、はいはい、デザインだなっていう。であとこの辺がちょっともう全部ごっそりクーペと違うんですかね。そうですね、はい、でこんなパーツがついてたりとか、はい、うん、確かにそう言われるとちょっとこう気になるなと思ったら、これが全部スパイダーデザインで、はい、そこがつきます、ね、全部変わってるんですね。であとちょっと屋根ちょっと閉めてみたいと思います、はいはい、じゃあせっかくなんでちょっと閉まってる姿もエンジンかけちゃいましたけど、これが一応15秒、はい、17秒、こんな感じでございます。一応これが50キロまで作動可能ということで、はい、よいしょ、黒いホロが出てきましたけど、一応ホロの色もなんか本国だと選べるということで、国内も選べるのかな、3色で選べるみたいです。今回のは黒いこちらのホロですけども、やっぱりホロを閉めるとまたちょっと違った雰囲気で、はい、そうですね、はい、でクーペだとちょっとルーフのデザインがちょっと特徴的で、はい、あれがなんか折り紙かなんかからインスピレーションを受けたルーフデザインらしいですよ。でまたちょっとそれはなくなっちゃうんですけど、やっぱりこのソフトトップはソフトトップでめちゃくちゃかっこいいなっていう、うん、そしてあと後ろも行きましょうか。後ろが
ちょタイヤが305/320になるってことで、はい、これ後ろじゃだいぶでっかいんだね。後ろの方がそうですね、はい、太いですね。フロントが245なんで、そのまま扁平率変わらず305になってるんで、かなり後ろがでっかいという、はい、でやっぱり幅がその分広いんで、ちょっと迫力のリアビューと、はい、でただ車高は同じようにちょっと個人的には気になるポイントなんで、まあ、少し触りたいかなと感じました。あとちょっと全体的にちょっとお尻がこう厚みがあるというか。そうですね、スパイダーの方がそんな感じでちょっとボテッとしてるような印象はありますね、まあ、実際の細かいちょっと数字は分かんないですけど、全体的になんかそんな雰囲気を感じますね。そうですね、ちょっとこうお尻が盛り上がってるというか。ただもう一つずつ見てても、これラインとかこことかめっちゃかっこいいね。かっこいいですね。スパイダーは私個人的にはやっぱ後ろから結構好きですね。この後ろ斜め45度ぐらいの、あ、そうですね、このあのこうつながるデザインと、スパイダーはやっぱここのヘッドレストの後ろの膨らみがいいですよね。ちょっとここいいよね。そうですね、スピードスターみたいな、はい、そしてただ一点残念なところはエンジンが見えなくなってしまうという、はい、ここだけかなっていう気がします。でこの辺のデザインも全部違うんですよね、クーペと。そうそうなんですよ、さっき私も気になって調べたら、はい、クーペのものとは違う形です。こんな感じになっております。あと後ろもとにかくかっこいい、はい、このここのセクションとここのセクションで全く別、うん、そしてもうディフューザーも、まあ、このフィンはちっちゃめですけど下まで真っ平らで、はい、で今回の車はパークセンサーとか、はい、カメラ関係、まあ、日常使いに欲しいところもしっかりついてる、はい、で細かいところ見ていくと、こういう網のところ、これもすごく立体的。そうですね、はい、真横から見るとここ出っ張ってるのね全部。そうそうなんですよ、これめっちゃかっこいいよね、はい、結構トゲトゲ本当にしてる感じで。いやこれはちょっとこの今後も色褪せないし、うん、やっぱり評価されていく車になる気がします。そうですね、デザイン性が特に。そしてあとはマフラーなんかこんな感じで、はい、で僕的にはマフラーはちょっと正直交換したいです、はい、ちょ純正の見た目もいいし、うん、音も純正でめちゃめちゃいいんですけど、そうですよね、一押ししたいマフラーがカプリストっていう、あ、はいはいはい、トロフェオの純正マフラーが一応カプリスト製なんで、うん、まあ、ぜひそこはつな、まあ、がりを持ってカプリストに交換したいかな。あんまり私見たことないですね、まだカプリストの裏感、カプリスト入れてる裏感ってあんまりボンドで見たことないです。まだぜひやってほしいですね。ただなんか一応聞いたところによると本国で一番出てるマフラーがこの裏感用ってことで、あ、そうなんですね、やっぱりトロフェ用の純正採用されてるっていうのはかなり大きいみたいです、ね、うん、そうですね。そして僕の個人的な夢としてはアメリカのターボキットとか組んでちょっと1000馬力とか、まあなかなかこの車でやる必要ないですもんね、はい、日本だとちょっとぜひ CP レースとかのこうインサートぶち込んでほしいんですけど、はい、ちょっとリアバンパーレスにして、はい、タービン向き出してそのぐらい遊んじゃっても今なら許されるかなって、まああと10年したら多分許されないでしょうけど、今だったらこう許されるかなっていう、ちょっとそんなのも日本国内で見てみたいなっていう。そうですね、はい、そういうの合いますね。そんなのを思ってしまいました。じゃあ続いて内装見てみたいと思います。内装の方が外装と合わせたこの黒と赤のコンビのレザー で、はい、で今回の車はブランディングパッケージ、はい、もちろんついてます。入ってるということでヘッドレストとあとダッシュボードもですかね。そう、助手席側ですね、あのランボルギーニのエンブレムが入りますね。これ正直言います、僕ブランディングパッケージって言われてなんだそれって調べてしまいました、はい、そしたらこのランボルギーニのロゴとかを入れるオプション、はい、そうです、それぐらいちょっと無償で、うん、と思うんですよ。結構、まあ、ほとんどの車両入ってるのが多いと思うんですよね。なので逆に入ってない車両ちょっと私あんまり記憶してないぐらいなので、でも僕調べたらそのウラカンかな、新車で頼んだ方がブログ書いてるのがあって、はい、それブランディングパッケージちょっと、まあ、やっぱり金額結構するんで、うん、入れなかったんです。あ、はい、ただちょっと後でやっぱり少し後悔しましたっていうのは、うん、個人の方ですけどブログ書いてるのを見て、やっぱりちょっとこういう特別な車だとそういう特別なパーツ、はい、ちょっとこう価格、まあ、正直高いかもしれないですけど、うん、入ってるとそうですね、まあ、ちょっと特別感アップしていいのかなって。で、まあ、今回の車はそんなの入ってる、はい、あとは赤が本当にちょっとこうポイントポイントで使われてるんで、はい、まあ、ちょっとこう派手すぎず、まあ、十分派手ですけどそうですね、まあ、ギリギリのとこかな、うん、まあ、コンビなのがいいんでしょうね。そうですね、黒と、はい、黒のとこは赤のステッチで、まあ、コントラストのステッチになってるんですかね、はい、ダッシュボードなんかも
で、これ以上ちょっと赤が多いと、うん、ちょっとこう、くどくなっちゃうかもしれないですけど、そうですね、もうギリギリのところ攻めてるなと、はい、ドアから見ていくと、一応さすがでございます、全部レザーとアルカンターラと、はいはい、この辺が赤いレザーですかね、こんな感じになってると、ちょっと乗ってみたいと思います、さすがの低さでございます、よいしょ。乗ると一応こんな感じです、クーペと違ってもうシートがリクライニングしない、うん、まあ多少するんですけど、やっぱりちょっと調整が後ろがどうしてもここのスペースがないんですよね。そうなんですよ、あんまスペースないので、なんで一番後ろまで下げちゃうとこんな感じで、まあ、直角とは言わないですけど、はい、結構こうタイトな背筋ピーンっていう感じです。で一応リクライニングするんであればちょっと椅子前に出して、そうですね、はい、その分ちょっとリクライニングできますよ、はい、こんな感じです。そして今椅子一番下ですけども、ここ正直聞きたいと思います、はい、視界はめちゃ狭いです、うん、そうですね、正直今僕のこの目線の位置でカメラ持ってるんですけど、もうここを視界にこのここが思いっきり入っちゃう、うん、で信号見えるかって言ったら多分信号こうしないと見えない場所によって、そうですよね、でかなり手前で止まるか、もう椅子のこと屋根開けて上から見るか、はい、そのぐらいこうフロントガラスの傾斜とここがやっぱり視界に入っちゃうんですよね。そうですよね、上下がかなり狭い、はいはい、感じます。でハンドルとメーターはこんな感じで、もうめちゃめちゃレーシー、はい、ちょっと D シェイプになってて、まあ、全体的にもこう横幅が割となくって上下が結構ある、だ横はかなり本当にコンパクト、そうですね、なステアリング、そしてウインカーとかライト周りとかワイパーとか、まあ、フェラーリと同じように集約されてて、まあ、画面のナビ 12.3 インチかな、はい、の TFT 液晶のメーターの操作はこの辺でなっております。そしてパドルがかなり質感のいい操作感のあるパドル、ちょっとオンにしましょうか。メーターこんな感じでフル液晶のメーターになっております。この辺はナビとかメディア関係とか、はい、まあ、こっちに表示がないんで、はい、まあ、ある意味潔いし使いやすいかな。そうですね、タッチパネルは後期からになっちゃうので、なるほど、はい、こんな感じちょっとこうめかしめかしい感じも、はい、なんかイメージになってるかなっていう感じはします。そしてあとはスイッチ関係はこんな感じで全部規則正しく並んでる感じですね、はい、これセンターのコンソールなんかも全部こう規則正しく全部スイッチ類が並んでる感じ、はい、でメーターがちょっとこの辺にあって、あと今回の車シートヒーターがついてるってことで、こんな感じで3段階のシートヒーターが使えます、はい、あとナビオーディオ周りの操作と、はい、あとこの辺がもうまさに車のキャラクターを表してるなと思いました、はい、この蓋もう必要ですかっていうそうですね、ただもうやっぱり演出ってもうこういう特別な車になると、うん、必要かなと。そうですね、この、もちろん開けなくても押せますけど、開けてスタートストップ、そしてバックに立ってはこれとい う, そうなんです、この感じで、そして、パーキングだったりのボタンなんかもこの辺にあって、あとサイドと屋根の開け閉めだとルーフじゃないですね、リアのガラスの上下、はい、こんな感じになってる。で全体的に正直言っていいですか、ここも、はい、プラスチックって書いてる読み物結構多かったんですけど、はい、僕も同じように感じました。まあそうですね、ちょっともう本当にフェラーリと対極を言ってるなっていう。フェラーリってどっかやっぱりちょっとクラシックな感じ残しつつですけど、ちょっとこのメカメカしい感じ、はい、だちょっとこうプラスチックな感じを感じる方もいらっしゃるのかなと。ただ全然こういい意味でこうキャラクターが立ってるなっていうのは感じました。ただ内装ちょっとこうカーボンとかあったりするともうちょっと嬉しいかなと。そうですね、そのあとはオプションで選べるところなので、この車両はちょっと入ってないですけど、はい、はい、まあ、その辺は足せれば足していただくと満足感が高いかなとそういうふうに感じました。ここだったりだとか、ね、ここだったりとかってことですよね。こんな感じになっております。そしてシートちょっと戻っちゃいますけど、割とローポジションですけど硬い。硬い、そうですね。そして猫背の私にはちょっとこう背中押し出し感がございますでペダル関係に関しては実は僕撮影でラカンスパイダーちょっと距離乗らせていただく機会があって、はい、その時乗った印象で随分こう中央に
全部寄ってるなっていう印象だったんですよね、はい、ただ今改めて座ったら中央に寄ってるんじゃなくてこうタイヤの関係 で、 そうなんですよ、このフットレストがこっちに寄ってる、はい、でこのブレーキとちょっと近い感じを受けるという、うん、だからアクセルとブレーキは改めてこう踏んでみると決して こっちにあんまり寄ってない、はい、まあ、わずかにはちょっとこう寄ってるかもしれないですけど、それよりかも左側の足の位置がちょっとこう感じました。なんで全体的には もちろん広くないですけど、アクセルブレーキに関しては割と違和感なくいけるのかなっていう、この辺ちょっと慣れかもしれないです。そんな感じを受けました。であと収納関係はほぼないですね。ほぼないです、はい、一応センターのアームレストの下にわずかな収納と、あとグローボックスが、はい、グローボックスあります。はい、もうめちゃめちゃ狭いグローボックスが、ね、はい、こんな感じでございます。で後ろもだからないんですよね。後ろはもう、はい、はい、ディスクスロットルと SD が入るこれがちょっとついてるだけで収納はないと。ただこの辺全部レザーなんで、そうなんですよ、車内の質感はすごくいいです。本当にさっきこの辺がプラスチックって言ってすいませんでしたって他全部レザーなんで、全体的な統一感は非常にいい感じですね。でちょっと屋根は走るときにちょっとレビューしたいと思います、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、でエンジンルームって言ってもちょっとほとんど見えない感じですね、うん、そうですね、そのさらに前にエンジンがあるので、もう今となっては希少な V10 ですから、はい、どうだってやっぱり見せたいところでありますけれども、ね、ほぼ見えないと、はい、まあ、これはちょっと音楽しんでいただければいいのかなと、うん、であとはもう NAV10 ですよ。そうなんですよね。信じられますか今もうなくなりつつある、はい、軒並みダウンサイジングターボって言ってるこのご時世に、うん、はい、NAV10 5.2 リッターっていう、でさすがにちょっと次は、まあ、先ほどもちょっと話出ましたけど、うん、ハイブリッドなんていう話もあるん で、まあ、楽しめるのは今かなと、はい、そしてこの V10 が割とこうずっと長く使われている、うん、ガイルド時代から使われている V10 なんですよね。ただ非常に大きな進化をしてて、はい、まあ、5リッターから 5.2 リッターになって、うん、その辺の関係で、まあ、単純なそのボアアップもそうですけど、まあ、足首も変わってたりとか、あとは点火の角度も72度から90度プラス42度っていうちょっと特殊な、うん、でその関係で液前なんかも変わってたりとか、なるほど、だから単純に前に使ってたのが5リッターでその後 5.2 リッターっていう感じじゃなくて、もう完全にブラッシュアップされて全然違うものになってると。あ、でインジェクションのシステムもポートの噴射とダイレクトに吹くのと、うん、あの合わせ技らしいですよ。あ、そうなんですね。で直噴だけだとやっぱりその排気ガス綺麗になるけど、やっぱりそのススが溜まったりとか、あ、 そうですね、その辺の問題があるのと、まあ、細かく多分その燃料の調整ができる関係じゃないですかね、まあ、一応ポート噴射も残したデュアル あのインジェクションシステムらしいです。なるほど。でもうちょっと掘り下げていくと、こんなにこう官能的な NAV10 っていうエンジンなんですけど、うん、はい、アイドリングストップもついてて、なおかつシリンダーオンデマンドもついてるという、なるほど、どっちなんだっていう。すごいですね、はい、個人的には結構ウラカンってなんか今モータースポーツシーンですごい使われてる車じゃないです か、はい、か結構そういうフィードバックあるのかなって思ってたんですけど、今聞くと、まあ、アイドリングストップだったりとか結構そういう部分にも触れてるというか、まあ、結構着目してるんだなっていうのは思いましたね、まあ、一つはその街乗り的なものも考えて、うん、まあ、あとはその環境負荷的なものもちゃんとその抑えた上のこのエンジンということです、うん、なるほど。でちょっと馬力なんかはもう端折っちゃいましたけど、当然の610馬力、はい、まあ、これが肉になったりだとか後期になったりちょっと馬力なんか違いますけど、もうとんでもないスペックですから、0100 3.4秒、はい、クーピーよりちょっとだけ遅くなっちゃうんですね、まあ、ちょっとそうですね、はい、はい、コンマ2秒ぐらいで、あとはマックス325キロですから、はい、これはちょっと湾岸あたりで今日あの本当に出るのかどうか元フォーミュラードライバー池田君にちょっと踏んでもらいたいと思います。持ってきたいですね。本当ですか、はい、じゃあちょっとサーキットでこの後踏んでみたいと思います。じゃあ続いてボンネット側のトランク見てみたいと思います。これ僕ちょっともう一回開けるときにここ心配になっちゃうんですよね。ああ、そうですね、はい、当たるはずがないんですけど、うん、当たるんじゃないかって、ね、分かりますでしょうか。これをですね ここからこう来るんだよね。そうですね。でちょっと落ちるんですよね。はーってちょっとドキドキしたらっていう、はい、ドキドキしちゃうポイントで、はい、まあ、一応ヒンジが壊れない限り絶対当たるはずがないんで、はいはい、余計な心配なんですけど、そして収納的には正直ちょっと旅行も厳しいかな。うん、そうですね。
まあ、お一人で出かける方って助手席にも詰めれば、まあ、ちょっと少旅行ぐらいだったら大丈夫ですけど、そうですね、まあ、ちょっと正直こう荷物は全然入らないのかなっていう気がしました。ただ深さは結構あるんで、ボストンバッグぐらいであればいけるのかなと。そうですね、まあ、ちょっと用途として旅行に使われる車かどうか分からないですけど、まあ、もし使うんであれば送りましょう。そうですね、はい、それが一番だと思います。送っていただいて、こんな感じの収納になってございます。続いてテント周り見てみたいと思います。お願いします。続いてリフターの動きも見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。やっぱりちょっと椅子が硬いです。硬いですねまあ 8C ほどじゃない確かに気はしますけど、そして僕みたいな座高マックス人間が乗ると余裕で頭が出ちゃいま す, そうです、ね、これちょっと途中で屋根閉めたいと思います、はい、屋根が結構こう音と振動を抑えた、うん、そうですね、3レイヤーのかなり頑丈なやつらしいんで、僕が試乗させてもらった時はあの動画の撮影だったんで、はい、屋根閉めなかった。ああ、なるほど。常時ずっと開けっぱなしで撮影して、はい、で返す時にこう閉めてっていう感じだったんで、はい、ちょっと屋根を閉めたらどうなるかも今日は撮りたいと思います。そうですね。必殺リフターは上げましたか？上がってます。はい、まあ、これ走り出すと自動で下がるって言って。なるほど、はい、じゃあ下げ忘れもないんで。そうですね。でも本当に V 点とかもうないよね。そうですね、本当音気持ちいいですよね。気持ちいい。わあ、足は割と固めでございます、はい、で今ちなみにモードはストラーダ。ストラーダです、はい、はい、通常のモードですね。でスポーツ、コルサとあるので、はい、まあストリート、スポーツ、レースみたいな感じですね。そうですね、はい、今普通にもうオートマモードで。なるほど。やっぱりこうガヤルドからの進化の一番大きなところといえばミッション。ミッションですね、まあ、シングルクラッチからデュアルクラッチになって、はい、正直ちょっと E ギアは割とこう、うん、こう、ね、ちょっとこういろいろ聞きますよね、うんうん、でもいろんなでも意味でちょっと挑戦的なミッションだったのかなっていう、はい、でどうしてもシングルだとこう油圧が結構負荷かかるんで、油圧系統の故障と、はい、だと寿命もかなり短かったということで、はい、ちょっとメンテナンスが必要なのかなと。でこれになって、あの年代はもうほとんどシングルですもんね、はい、フェラーリとかも F1 マジックだったりとか、ね、F1 マジックも正直結構そうですよねいろいろありましたけど、はい、まあ、デュアルになってから圧倒的にこう、うん、制御は複雑になりましたけど、こう片っぽつないどいてその間に片っぽをシフトチェンジしてっていう仕組みなんで、はい、まあ、圧倒的に油圧にかかる負荷は少ないのかなと、うん、そしてこう電光石火のスピード、うん、そうですね、シフトチェンジの、うん、わあ、全然オートマモードだと全然普通に普通の一般車と同じぐらいの、もう本当に、そうですね、2、3000回転でシフトアップもしてくれて、
僕全部正直にいきますよ、はい、まず乗り味は硬いです。硬いですね。硬いですね。そして風めちゃめちゃ感じます確かに。もうデコぐらいから感じます。そうですね。私身長低いので、はい、まあ、頭は本当に髪の毛のところ、はい、っていう感じなんですけど、顔はそんなに巻き込み感じないですね。僕はちょっとだいぶ後退しているのと座高がマックスなんで、もうここから上風を感じております。風の巻き込み感じないとかっていういろんな書き物がありま、読み物がありましたけどちょっと人によるかなっていう。そうですね。でここのリアのガラスの結構高さで、はい、ちょっとその辺が絶妙に調整されてるんですよね。そうですね、はい、これ下げるともうめちゃめちゃこの辺が入ってきますね。風が今ガラス下げました。あ、なるほどなるほど、はい、でここのガラスを上げると少しここら辺の巻き込みが弱くなるのかなっていう、うん、ただもうそれを差し引いてもこの開放感はやっぱりクーペじゃ得られないかなっていう。そうですね。これ面白いですね。今50キロ制限道路なんで50キロぴったり走ってるんですけど、はい、7速入ってますよ。うわー、本当にランボルギーニかなって思うぐらい静かでかちょっと街乗りできちゃう。全然できますね。見た目とかサイズ以上にちょっとこう乗りやすい、いい意味で、うん、乗りやすいですね。ただ本気を出せばちょっと、うん、とんでもないだと思います。一面が見えると。だいたいだってメーターがだって1万回転だよ。確かにそうですね。8500からレッドだよ、うん、正気の沙汰じゃないです。やっぱ NA でやっぱこの当時、この当時って言ってもまだまあ5年とかそれぐらい前ですけど、8000回転以上回るエンジンってすごいですね。今あんまないですもんね。そして僕今回覚えられないんで全部メモ取ってきたんですけど、まずその 5.2 リッターが、はい、いわゆる区分分けするとロングストロークのエンジン、うん、ボアが 84.5、 ストロークが 82.8、はい、なんで決してこうショートストロークの高回転型のエンジンじゃないという。あ、それを1万回転まで回すという。確かにそうですね。で圧縮比も5リッターより全然高くて 12.5 対1ということで5リッターの方が 11.5 対1なんで、あ、はい、もう本当に NA チューニングエンジンっていう感じ、うん、そんな感じですね。その辺もやっぱあれなんですかね、はい、レースの方からもフィードバックが結構来てのエンジンなんですかね。あとは結局ワーゲングループ、アウディグループのちょっとその豊富な資金力というか、うん、技術とその辺のやっぱりものがこう注ぎ込まれてるっていうのはいろんなところに書いてありました。あ、なるほど。もうだってドライサンプでこんなもう本当にもうちょっとどうしたのっていうエンジンが積んでる市販車はもうない、うん、であとは一応四駆の方のシステムが、うん、43対57、はい、平常時、うん、それが一応50対50から0-100まで、なるほど、完全にリアまで触れるような。あ、前寄りにはならないですね。そうですね、はい、やっぱ後輪寄り、まあ、当然ですけど、まあ、そんなシステム。どうでしょう、池田君のフォーミュラー経験者として、はい、四駆に行くここの辺の選択肢としては迷われてる方多いと思うんですけど、いや私個人的には、はい、ごめんなさい、まだ実は肉の裏間乗ったことないんですよ。あ、そうなんだね、はい、ただ、まあ、この四駆の6104は何度 も、はい、クーペも含めて乗ってまして、もう本当に率直に乗りやすい、もうとても600馬力以上ある車だと思えないぐらい乗りやすくて、女性でも全然、まあ、オートマも先ほど紹介したように50キロで、まあ、7速まで入っちゃうぐらい乗りやすい、本当にミッションなので、扱いにくさもギクシャク感も全然そうなんですよ、なく今僕助手席乗ってますけど、ギクシャク感全く感じないです。そうですね。ちょっとじゃあマニュアルモードに切り替えていきます、はい、うわー、うわー、ストラーダでもバルブが3000回転ぐらい超えるとバルブが開きますね。もうアドレナリンドバドバ系のそうですね。うわー、ちょっとこれ300キロは出しますとか言っときながらもちろん無理なんでちょっと早送りの映像を入れたいと思います。はい、はい、3倍ぐらいに、はいはい、一般道3倍じゃ足りないんで4倍ぐらいで、はい、いやー、ね、やっぱり音いい車いいね。音いいですね。そしてこの V10 ってこうちょっと V8 でも V12 でもないこの音、はい、なんだろうな、本当にちょっと形容しがたい
そうですね、バラ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 みたいな。これ面白くて意外とあの、はい、アウディでいう RS 系とか、まあ、裏感で R8 とエンジンがほとんど同じような感じじゃないですか。 RS の、TTRS とか RS3 とかあの辺5気筒の 2.5 リッターだと思うんですけど、うんうんうん、あれも意外と踏み込むと同じような音するんですよね、うんうんうん、同じ流れを感じる、ね、決して同じ音ではないんだけど、うん、ちょっとなんか似た系統の音がしますよね、うんうん、多分その5気筒のなんかリズムが多分あるんだろう、うん、なんか気持ちいい音ですよね。わあ。ちょっとじゃあスポーツ、はい、今スポーツにして、はい、そうすると ESC もスポーツって出ますね、はい、なるほど。わあ。最高です。いやいいですね。っていうかなんか助手席の方が低さを感じます僕、うん私もさっきびっくりした、前ちょうどあのレクサスの LC が走ってたんですけど、はい、全然低いんですね、このアイポイントが。なんか床の高さと、うん、地面の高さが同じぐらいに感じる。本当ですよね。まあレーシングカートまでとはいかないですけど、ただやっぱりそれに近い、本当にフォーミュラーカーとかに近いような、多分もしかしたらアイポイントになるかもしれないですね。そしてね、やっぱりちょっとこうつい最近グランツーリズムを乗せていただいて、やっぱり FR の音がいい車とこうリアミッドの音がいい車って、ちょっとやっぱりなんだろう、音が発生するところが違う、はい、FR ってやっぱり前から吸気の音だったりメーカーの音が聞こえて、排気から後ろから聞こえるのと、はい、後ろから全て感じるものってなってくると、うんね、やっぱりちょっと違う。全然違いますよね、うん、これいいね。いいですね。これはやっぱりね、評価されるよ今後。あの某車種みたいにちょっと高騰はまだしてないですけど、はい、全然値段落ちないなっていうのは、ちょっとそういうところなんだろうなっていうのを感じました、ね、いやもう全然出足も超スムーズね。スムーズです、本当に。で、まあ、多少この多分モードによってシフトの変速のショックの感じとかも味付け変えてると思うんですけど、ただ全然こう気になるほどはないかなっていう感じですね。スポーツでも全然街乗り使えちゃ う, そ, う、ね、そしてもうシフトアップはもう電光石火の電光石火、ね、本当に音聞いてないといつシフトアップしたのか分かんないいや本当ですね。で結構あと最近いろんな車で採用されてるシリンダー休止、はい、まあ、特に多気筒なんかそうですけど、うん、それも結構いろいろ種類があって、はい、実は LFA なんかでもシリンダー休止採用されてたらしいです、はい、もうちょっと LFA は走ったことないんで、うん、と知らなかったんですけど、それも低負荷時にその半分休止するのと、はい、アイドリングの時も休止するのといろいろシステムがあるんで。あ、そうですよね。アイドリングの時に休止しちゃうとやっぱり振動が出たりとか、うん、分かっちゃったりとか。あ、そうですよね。ただこの車に関しては一応そのスピード出した時のアクセル抜いた時とか、うん、低負荷時に振動休止するんで、まあ、ほぼ分からない、いや書いてあるところありましたけど、ちょっと今振動休止が動いてるかどうかすら分からないですけど。そうですね、今のところ感じるところはないかなと。ないですね。ストロードにしないとダメなのかもしれないですね、もしかしたら。あ、そうかもしれない。モードにもよるかもしれない。ごめんなさい、それは資料をちょっと読み足りなかったかもしれないです。でも表示がこう出るわけじゃないので、はい、車によっては出るものもありますよね。そうですね、はい。まあ、一つちょっと残念かなと思ったのが、はい、このストラーダスポーツコルサでタコメーターとか、はい、この辺りで液晶が変わらないのは。確かにアベンタとかだと変わると思うんですけど、うんうんうん、これが変わらないのがちょっと残念かなって感じです、ね、これだけ内装を演出しておきながらそうですね一番簡単に行えないそうな、ここは変わらないという。はい。そして今コルサですね。コルサです、はい、うわー、コルサは自分で上げていかないとダメなわけですね。はい、はい、まあ、あと今マニュアルモードに入ってるので、はい、うわー、気持ちよすぎます。すごいですね。裏感も本当に、はい、まあ、もちろん踏めば速いですけど、法定速度でもこの音楽しめますよね。あ、そうね、そうね。前回あの 8C の時もそうでしたけど、うん、
でも 8C みたいなあのドキドキはない。ないですね。どこまで行っても安心してこう助手席乗ってられるし、車の挙動がすごく安定してる。安定してますね。ウェラカンって4駆モデル本当に乗りやすいっていうのは多分この安定感安心感だと思います。一番はこれガヤルド時代から剛性もめちゃくちゃ上がってるんだよね。そうですね、はい、あのカーボンとアルミのハイブリッドのフレームで、はい、剛性自体 40% ぐらい、でむちゃくちゃ剛性上がってるっていう。特に屋根開きだとそれを思いっきり影響を受けるのかなって、ね、これはいいですよ、もっと来たい確かにそうですねこれはね、まあ、ベルフォルマンテとかになってくるともっと多分もしかしたら乗り味違うかもしれないですけど、はい、もうやっぱり6104とかこの辺りって本当に普通に乗れる感じしますね、うんうん、乗りやすい。あとはどこまで行ってもやっぱりこう強いる感じ、うん、そうですね、こう例えばエンジンのスタート一つとってもやらされるじゃんこれ。はい、そうですね、確かに、はい、うん、でそれを楽しめる、はい、人じゃないとちょっとこう、うん、嫌になっちゃうかな。そうですね。あとあれがないんですよ、スマートキーが。ああそうですよね、ないので、うん、どっちかというとなんか本当にこうランボルギーニの世界観に自分を合わせる、うん、そうですね。そういった意味ではちょっとこうやっぱりポルシェとかフェラーリの方がちょっとこうドライバー寄りなのかなっていう気がしました。はい、はい、乗りやすさだったりとか。そうです、ね、例えばそのシートの形一つとっても、うん、おしゃれは我慢なんですですね、はい、まあ硬いは硬いですけど、まあ、この辺りは当然かなっていう。でも全然乗れます。僕は乗れます、乗れますね。うわあ、ね、これ壁あるとめっちゃ反響していいね。いやそうですね。ですね、トンネルに行きたいです。そうですね、はい。残念ながらちょっと試乗コース今日ないかな、トンネルは。これ純正だもんね。純正ですね。どうかしてます。だからもうちょっと私も聞いたことないですけど、はい、土地さんが言ってたカプリストのマフラー、はい、もうこれ純正でこれなんで、はい、多分想像。はるかに超える音をするんだろうなっていう。帰ったら動画見てください。あ、そうですね、あのもっと凶暴な音します、はい、まあでも、純正のこのマフラーでも、はい、例えばマンションとか住まれてる方とか、ああの結局コールドスタートの時、うんうんうん、あのエンジン冷えてる時ってバルブが開いた状態でエンジン始動するので、はい、結構うるさいかもしれないですよね。なるほど、はい、OK です。確かに中でもかけた時は割とこう本当にこれ純正っていうぐらいうるさいんで。そうなんですよね。でやっぱバルブ開いてるとパン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 すごい、うんうん、いうので。へえ、いいです。いいですね。まあ本当にただ四駆だからといって雨が安心、例えば雨の濡れた路面が安心できる車なのかどうかっていうのはちょっと、うん、今回の試乗でももちろん未知数ですし、個人的にはやっぱエンジンも後ろで、先ほどツッチーさんもおっしゃってたようにトルク配分もやっぱりリア寄りなので、あまりこう無理して走れないのかなっていう感じはします。まあ、同じワーゲンアウディ系列はありますけど、ちょっと雰囲気としてアウディの四駆とちょっと毛並みが違うというか、だと思いますね。ちょっと味付けだいぶ違うのかなって感じました。どっちかっていうと本当にスポーツ寄り、うん、アウディのあの4駆みたいにどこでもいつでも踏んでももう超安全みたいな感じじゃなくって、ね、はい、多少こうスポーツテイストを残して味付けされた4駆なのかなっていう。多分ですけど、はい、本当に多分今 ESC スポーツとかで、先ほどまあコルサにすると ESC が、はい、あのまたコルサになるんですけど、おそらく本当にベタ踏みしたら多分後ろ滑るんじゃないかなっていう。あ、なるほど、はい、ただまあ前も駆動するんで、はい、スピンしちゃうっていう感じにはならないと思うんですけど、ちょっとお尻が暴れそうな感じはしますよね。あとステアリングフィール、ペダルフィールはどうですか。あ、ペダルは全然もう問題なく僕はすごくしっくりきます。確かにちょっとアクセルペダルなんかも中央寄ってるんですけど全然問題なくですね。あとこのカーボンセラミックが
ちょっと温まらないとあれかなっていう気はしたんですけど、はい、走り出しちゃうと、そうなんですよ、全然気にならないですね。ちゃんと効きますし、初期精度もしっかりあって、でペダルタッチがすごくこうしっかりしてるので、ふわふわしてないので、すごく掴みやすい感じですね。踏んだら踏んだ分だけっていう。なるほど。ステアリングはいかがでしょうか。ステアリングは僕ちょっとここはなんていうんですか、出っ張ってるんですよ、うん、これがちょっと親指に当たるので、このお腹の部分、なるほど、もうちょっと滑らかにしてくれるといいかなっていう、うん、でも操作感は全然、サイズ感もいいですし、やっぱさっき言ったように径がちっちゃいので、うん、乗りやすいです。結構クイックというかダイレクトな感じ、ね、はい、ああ、はい、うん、ただすごい分かるのが、やっぱフロントがしっかり駆動しているのが、うん、すごいハンドルに伝わってきます。全然この一般の車に乗かされる速度ですけど、そうですね、全然音と走りが楽しめる、はい、これ今でもちょっと気づいたんですけど、はい、スポーツだと、はい、あの今の速度でも2速から1速まで落ちなかったですね。ポルサだと落ちます。だ多分エンジンの回転数とかの制御変わりますね。そういう制御の違いもありの、はいはい、ちょっとじゃあここで信号なんで屋根をちょっとそうです、ね、さささっと15秒で、はい、これちょっとね、まごまごしちゃうとね、ダサいんで、これさささっと締められるのはちょっといいポイントじゃないでしょうか、はい、わー、あー、なんか全然景色変わりますね。これ違う車だね違う車ですね。そして締めた後も、はい、このウィンドウだけ開けることができる、ね、っていうのもできちゃうと、はい、だ結構この走ってる最中に窓ちょっとだけ開けるとこうババババババってなったりするけど、はい、多分後ろちょっと開けてあげたりするとその辺いいのかな。そうですね、エンジン音だけ聞こえる感じかもしれないですね、はい、そして中はちょっとこの柔らかいタイプのファブリック、はい、けど3レイヤーっていう風に資料読んだんで多分3層構造、あ、なるほど、はい、なんでかなり音もだから音全然こうね、うん、変わりましたね。だいぶ外の反響音が全然入ってこない、はい、どっちかっていうとこの背中の後ろからの音の方響いてくる音を感じるっていう感じです。どうでしょう、コルサでちょっとじゃああえて音を、はい、出して、はい、あ、静か、もう圧倒的に静か。そうですね、中外からやっぱり入ってこないですね音。そうですね、だから逆にロードノイズは気になるというか、あー、そうですね、多分鳴ってたんでしょうけどそれが目立つ感じ。ちょっとねこの辺ビビリ音がちょっとだけ、ああピキピキピキっていう、そうそうそうですね、それはもうソフトとってしょうがないけどそうなんですよね、確かにちょっとピキ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 っていうこの辺の音が、はい、してるかな。いやでも全然優秀ですよこれ。優秀ですね、静かですね。屋根開く車でこれはだいぶ優秀ですね。ちょっと今日は高速道路とか市場行けないですけど、はい、風切り音も多分そんなにしなそうな、うん、感じですよね。まあ、一応法定速度で走る分には全く、うん、あとこのミラーが本当に速度出した時にどのぐらい風切り音がするのかっていうのはちょっと気になりますけど、ただミラーもこの形なんで、うん、少なくとも助手席からの、うん、うわいや、いい音してるな。ただやっぱりちょっと座高が高い人にはおすすめできないです。いや、僕はこう、もう僕の視点で行くとこんな感じなんです目の前半分がもう屋根なんです。そうですよね、はい、いや私は本当に前も動画で言って、はい、身長170なんで、はい、そんなに高い方じゃないので。池田君は割とこう頭の上もスペースがあって、はい、拳1個分ぐらいは、で視線もこのぐらいなんで、まあ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 、はい、シート今一番下げて、はい、でステアリングもちょっとまあ下げてるんですけど、はい、それでもまあ視界はそして信号もこのぐらい3台分ぐらいの距離感だったらまあまあ見れます、見えます、はい、全然私は見えますね。多分先頭に立っちゃうとあの信号多分見えないと思う、見えないと思います。こうやんないと多分見えないと思う、はい、それは多分僕でも見えないですね、はい、で僕みたいな座高が高い人間だともう完全に頭くっついちゃうかくっつかないかっていう、そうですね、はい、こんな感じでございます。サンバイザーとかもこれ立てちゃうと確かにこれ全く見えないよね。
サンバイザーはやめましょう。サングラスにしましょう。ね、これでも僕だからあれですけど、まあまあ、はい、カメラマンの子も分かると思うんですけど、はい、レーシングドライバーのヘルメットって、はい、あのスポンサーロゴバイザーに貼ってるじゃないですか。あの視界って本当に5センチないぐらいと思うんですけど。じゃあレーシングカーどうしてるの？いや、もう見るとこが視線が全然遠いんで。ああ、なるほど。そうなんですよ。あの隙間だけで全然いいんですけど、はい、それと今ちょっと似た感覚を覚えました、このサンバイザーを起こした時に。なるほど。裏側もそうなんですよね。やっぱ結局速さを求めてる車って視界が狭くても、うん、いやいやそんな近く見ないでしょっていう多分感じだと思うんですよね。まあ、使ってるステージというかシーンが全く違いますから。そうですよね。それがこのストリートで、ストリートというか街のレベルで楽しめる、うん、はい、かつ乗りやすいです、うん、ただちょっと万人受けするかっていうとやっぱり、僕正直言うとしないと思うんで、うん、できる限り購入前に、可能な方はちょっといろいろ確認した方がいいですね、はい、シートポジションしかり、うん、装備しかり、そうですね、はい、特にこのアイポイントは多分かなりこう体型だったりだとか、そうですね、はい、で変わってくると思いますんで。ただこの辺の装備は充実してるんで、はいはい、カメラ関係もそうですし、ちょっと今日シートヒーターじゃなかったですとか言ったんですけど、ちょっとシートヒーターオンにしていいですか？ちょっと寒いですやっぱり。本当ですか？まあでも本当に今日一気に気温下がりましたね。そうですね、今日からかなり寒くなりましたから、はい、オープンにして走るにはやっぱりシートヒーターはもうこれからの時期は必須かなっていう、うん、絶対必須です。はい、はい、こんな感じで。あ、シートヒーターめっちゃ早いめっちゃ早い。いいですね、そこ重要ですよね。そしてあ、お尻、背中も温まってるの？背中も温まってますね、はい、背中の腰のとこがちょうど、はい、はい、あ、めっちゃ暖かいいやー、いい音してるな。うわー、なんとこれ音取れさいいな。うわ、やばすごいですねやばすごいですね後ろ蹴飛ばされたんだけど、はい、四駆だからでしょうね、やっぱこの蹴り出しは。うわっ、あと回転の吹き上がりが早いです。レスポンスがすごくいい。確かに、はい、バイクだね。バイクですね、これいいな。確かにもう0-1003秒台ってもうちょっと息苦しいね。いや、そうですね、うってなるね。なります。だこれが多分580の肉のモデル、うん、とかだともうちょっとそのトラクションのかかり方がやっぱり四駆に比べると劣る部分がある気がするので、だからまあ30馬力ダウンさせて、うん、そうだと思います、っていうことですよね、はい、だまあ究極振り回せる人だったら肉の方がもしかしたら楽しく感じるかもしれない、うん、そうですね、やっぱ軽さもその分あると思うので、うん、まあスパイダーっていう時点でもいいし、まあ、あとその四駆っていう時点でも、はい、はい、あ、だからクラス最重量級なのかなこれ。あー、かもしれないですね、冷静に考えたら。なるほど、よくできてますね。よくできてる。いや、これは売れますよ。うん、確かにそうです、うん、裏感って本当に売れるイメージがあって、っ入庫してもあんまりこう長期で在庫で置いとく個体ってあんまなかったかなって思いますね。まあ、最近の資料はちょっと大層分かんないですけど、まあ、裏感出た当時2015年16年の販売に関しては3分の2が裏感、はい、っていうことみたいです。で今は多分車種も増えて、はい、まあ、特にウルスなんかもあるんで、うん、まあ、多分その比率変わってると思うんですけど、まあ、そのぐらいもう3分の2が占めるぐらい。あとアメリカに次ぐ、まあ、ちょっとそれも古い数字なんで、はい、ちょっと今どうか分かんないですけど、出た当時はアメリカに次ぐ第2位のマーケットだったっていう。あ、日本は。そうですよね、日本は。はい、だそのぐらいこうちょっと需要とやっぱり売れた車でも、これはやっぱりちょっと分かります。確かに私も裏感は本当にちょっと前になっちゃいますけど販売してて、やっぱり今もお客さん結構気に入って乗っていただいてるので、やっぱいい車ですよね。これはハマったらめちゃくちゃいい車ですね。
特にアベンタと比べてもアベンタもすごいいい車なんですけど、やっぱミッションの違いからかだいぶ乗り味がマイルドというか乗りやすさがやっぱ裏感はすごいありますよね。あの僕勝手なイメージですけど、アベンタドールになるとちょっとこう乗り出すのにテンションが必要というか、そうですね、うん、大きさしかり、うん、ちょっとこう、まあ、雰囲気しかり、はい、その点割と裏感ってこう日常使いもギリギリできる感じはするのかなっていう。だライバル的にはフェラーリの V8 モデルとか、あ、そうですね、はい、あとアウディ R8 とか、うん、あとマクラーレンの570とかの辺ですかね。うん、ただまあ当たり前ですけども、全然メーカーによってキャラクターが違うんで、はい、そうですね、僕の勝手な印象としてはちょっとそのランボルギーニを楽しむ、はい、ちょっとこういういろいろ儀式がある車だなっていう、これあと気になったのが、これごめんなさい、はい、ちょっと今試しに入ってる DVD が入っちゃってるんですけど、はい、ここに DVD も画面映るんですよ。あ、これがちょっとなんとか、あ、なんとかっていうかごめんなさい、今走行中キャンセラーがついてるんですけど、はいはい、ここに例えば DVD とかの映像映、はいはい、るのが意外と、僕はあんま好きじゃないですね、気になっちゃって。なるほど、なるほど。助手席の人がこう、はい、見えるような感じでもないと思うので、じゃあまあ DVD は見れますけど一応、うん、そうそうなんですよね、まあ、あんまり一応見れますっていうレベルで、はい、使えるレベルじゃないかな。そうです、表示のさせ方しかり、表示場所もそこなんで。そうなんですよ。なるほど。その点では後期のここにモニターが来てるモデルの方がやっぱりだいぶ改善されたと思いますよね。ああ、なるほど。これで止まるとこう映る感じです。ここに、はい、こういう感じですね。ああ、なるほど、なるほど、うん、バックカメラもここに映し出されるっていう感じですね、はい、裏感ってこれダッシュボード上がってるんですね。そうだね、ずいぶん上がってるね。そうですよね、うん、今気がついた。確かにこことか見るとクイッと上がってる。そうなんですよ。そうね、あのスタイリングなのにね。そうですよね。結構この辺はいろいろ好みが分かれるところですね。確かに。大丈夫です、東京店だったら乗り比べが座り比べができるんで、はいはい、おおよそのメーカーの方向性はご来店いただければ。そうですね、今ちょうど多分マクラーレンもあるし。ああ、はい、そうですね、はい。僕はマクラーレンのあの視界の良さと、あっち、うん、いや難しいな、まあ、買えないところで悩んでもしょうがないんですけど、はい、ちなみにどのメーカーの車は結構こう好み的には合ってるというか、ズッチーさんの中ではおすすめ。僕的には難しいな。僕的にはちょっと体型的に、はい、もうそうだし、なんか車のキャラクター的に、はい、V10 これ欲しいのは欲しいです、はい、乗れ買う財力があるんであればコレクションしたいです。なるほど。ただじゃあ自分に合ってるかっていうと、はい、ちょっとこの特に裏感、はい、この高さだったりだとか車内空間、ね、ちょっとこういろいろ儀式があるところだったりとかはい、はちょっと正直合わないのかなって。で乗りやすさでいくとやっぱりマクラーレンとかフェラーリの方が、はい、で走った時の楽しさでいうとやっぱりマクラーレンはちょっと頭一つで抜けてるかなっていう。ああ、やっぱそんな感じですよね。ちょっとね、ちょっとこのランボの紹介でマクラーレンの名前出してちょっと恐縮だけど、ソリッド感とちょっと非日常、うん、ちょっと他の車いないなっていう。僕もでも走りを求める方はやっぱマクラーレンでよくご商談でも勧めたりするんですけど、うん、ただランボルギーニはやっぱ今で言うと本当音は未だにいい音する。めっちゃいい音する、うん、っていう。これはね代表だなっていう感じもしますし、うん、でアベンタドールとかもうちのカメラマンもすぐ言うけど、アベンタドールはアベンタドールの音がする、はい、
もうすぐ分かる、うん、確かにと思って。フェラーリがやっぱターボになってだいぶ静かというか、うん、ちょっと落ち着いちゃったのはあれじゃないですか、うん、やっぱりそういった部分ではもう本当にこういうノーマルの状態でも音も楽しめる。そうね、もう V10 も独特だし、アベンタナの V12 も他の V12 と全然音が違うの、ね、そうなんですよね。そういった部分ですごいランボルギーニってやっぱ、うん、おすすめというかやっぱりランボルギーニだなっていう感じですね、うん、演出がねちょっとすごいやっぱりいいですよね、うん、うわーちょっとなんか本当に男心をくすぐるというか分かってんなっていう、本当に、うん、うまいなっていう。デザインしかり、ね、音しかり、こういうちょっとギミックしかり、うん、だからもうギミック好きな人にはたまらない。たまらないですよね、うん、なんかやっぱ戦闘機っぽいというか、うんうんうん、そういう感じしますね。ちょっとこう童心に帰ってはしゃいじゃうよね、ちょっとうわすげーとか言って、はい、フェラーリとかのちょっとすげーとかちょっと間違いじゃない。はい、そうですね、はい、うん、シートもなちょっとやっぱり僕はあのシート合わないんです。あ、特に猫背なんで。はいはい、早速もう腰が痛くなってまいりました腰っていうかこの押し出されてるところ、はい、うん、ちょうど背骨のこの押されてるところが、特にデブなんてこうずっとこうずっと押されてる感じになるんでちょっと腰が痛くなっちゃう。なるほど。これねランバーサポート一番なしにしてでもそれだからね。ああ、そうですよね。僕も今ランバーはなしで、ランバーをこれ出してったらもっとこう出てくるわけ、うん、そうですじゃない、まあ、ホールド感とかはそんなに悪くはないですけど、うん、うわめっちゃこれ背中こんなに出して使えないぐらいもう今全部抜いても、いやもうちょっと V10 に酔いしれました。はい、最高の試乗でした。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回はランボルギーニウラカンスパイダーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。